双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに町立双葉幼稚園の平成28年度園児募集のお知らせです。双葉町では町立双葉幼稚園の平成28年度園児を募集しています。入園資格は3歳児、平成24年4月2日から平成25年4月1日までに生まれた幼児、4歳児、平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた幼児、5歳児、平成22年4月2日から平成23年4月1日までに生まれた幼児です。入園申し込み受付は10月30日金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までとなります。ただし土日祝日を除きます。受付はいわき事務所2階教育委員会教育総務課で行います。なお11月2日以降も随時入園の申し込みを受付いたします。詳しくは広報双葉10月号や町ホームページをご覧いただくか、教育総務課電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて双葉ふれあいクラブからのお知らせです。11月1日日曜日に浦磐梯五色沼から柳沼、小野川不動滝丹昇楼をコースとして双葉町民トレッキングを開催いたします。参加費は無料で、10月23日金曜日まで参加者を募集いたします。募集人数は45名で、五色沼までは大型バスを利用します。昼食は各自持参、または桧原湖周辺の食堂で取るようになります。小雨でも実施いたしますので、雨具の準備をお願いします。申し込み先は双葉ふれあいクラブ事務局、電話 0246-38-3325、 またはファックス 0248-21-6188 番までお申し込みください。お申し込みの際には保険に入りますので、住所、氏名、連絡先をお知らせください。またバスの乗降場所もお知らせください。山道ですので歩ける服装でご参加ください。詳しくは広報双葉10月号15ページをご覧ください。おしまいに、福島県災害復興公営住宅第4期募集のお知らせです。福島県では原子力災害により避難指示を受けている方が入居できる復興公営住宅を整備しています。このうち第4期分の入所者を11月4日水曜日から平成28年1月12日火曜日まで募集しますのでお知らせします。今回募集を行う団地は郡山市、田村町、岩作団地、いわき市、小川町、麹尻団地、小川町、上城団地、二本松市、表団地、南相馬市、鹿島団地になります。いずれもペット可の住宅です。詳しくは双葉町公式ホームページをご覧いただくか、福島県復興公営住宅入居支援センター電話 024-5400-0000
522-3320 番までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週はつくば市さくら生活学級学級長の中村富子さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間はつくば市さくら生活学級学級長の中村富子さんにお話を伺います。中村さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。中村さんに今日はもう本当にいろいろお話を伺いたいんですけれども、まずはさくら生活学級の学級長さん務められているということでね、はい、皆さんまとめ上げてお忙しいと思うんですけれども、この生活学級っていうのはどんなことを毎月やってるんですか？4月から、はい、みんな学級生を募集して、はい、それで階級式ってやるんですよね。はいはい。それでそこに来た人たちが、うん、今年度はどういうことをやりたいかなっていうことで、うん、みんなから意見を聞いて、はい、1年間の計画を立案するんです。はい。じゃあ4月に1年間の計画を立てて、はい、そうです。で毎月いろいろ楽しいことをやりながら、はい、グランドゴルフ大会やったりとかね、そうです、英会話教室をやってみたりとかね。そうです、はいはい、で7月から9月のこの3ヶ月間で、はい、制作したものを今日はね、はい、ぜひ聞かせていただきたいなと思うんですけれども、どんなことやりましたか？はい、双葉の昔話ってね、はい、双葉町の方から、はい、本2冊昔話 の、はい、本を各校に送っていただいたんです、はいはい、それを見ても、うん、もうみんななかなか読まないんだろうなってことで、うんうんうん、じゃ あ我々さくら生活学級では、うん、これを CD に起こして、うん、みんなに配ろうかっていうのがまず最初の目的でした。皆さん朗読やったことあったんですか？いやいやいや、初めてなんです。うん、じゃあマイクの前に座った時にはちょっと緊張しましたか？そうですね、何度も何度もやりながらね、うん、練習して、こんなお話あったかなっていうのでも楽しかったですよ。双葉の昔話っていう本がね、出来上がってて、それを実際にじゃあ喋ってみようということで、もちろん双葉の方言でですよね。そうです。はい。じゃあ今日はまずそれを聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、中村さんは何作品お読みになったんですか？3作品ですね、はいはい、みんなね、うん、3つぐらいずつ自分たち希望するやつをね、はいはい、読んだんですね。はい、読んだんです。はい、はい、その中からお聞きいただくのが中村富子さんが朗読しています、シュートと嫁です。シュートと嫁。あるおっかさまは隣さ用達さんぐのに、嫁さまにじゃがいも洗って煮ておげって言いつけて出かけたそうだ。ほうして用足していいあんばい時間たってほれ帰ってきたんだべ。そんな時に嫁様はいいあんばい時間もたったし芋もねえだころだなと思っていろりさ、かげだ、鍋のふたとって、箸を芋さ刺してみたんだって。ほうしたところ、箸刺さったもんだから、これはねえだから食べはだったんだって。ほうしてくじさ、ほうばったとこさ、おっかさまが用足し終わって、帰ってきて、表の戸をガラッと開けただって。ほうしたところ、嫁様と急に開けらっちゃがら、こう振り向いてみたらば、おっか様帰ってきた。とっさにだったから、戸を開けたもんだから、前さ高い山見えたんだって。
そうしたところ、嫁様は、あら、おっかさん、前の山はなんという山だべ。って聞いただって。そうしたら、あの山か。あの山は芋続きベロカンカジ山だ。って言ったって。そうしたところ、嫁様は、ああ、んだのか。おらいの方のあでこすり山にそっくりだ。って言ったんだと。それぐれえ嫁様っていうのは、来て回さなくてなんねえもんだからな。って言うごど、昔、年寄りにおせらっちゃんだ。おしまい。はい、ということで中村富子さん朗読で聞いていただきました。双葉の昔話から中村富子さん朗読でシュートと嫁、はい、聞いていただきました、はい、中村さん本当お上手ですね。いやいや、こんなになまってるとは。いやいやいや、ここが大事ですよね。でもね、なまってなきゃダメですもんね、これはね。そうなんですね。うん、芋続きかベロかカンカチ山。ああ、言えない。難しい。カンカチ山って。カンカチ山。カンカチってね、焼け飛ぶことなんですよ。うん、なるほどね、はい。こういう言葉一つ一つ大事にしていきたいですね。そうですね。お姑さんから、はい、こう、なんていうのかな、お嫁さんはもうすでにこうバレてたってことですよね。芋食べてたのがね。そうですね。はい。でも食べてて、バレちゃってたけど お嫁さんとしてはそれ以上に起点を聞かせましょうよと。そういうお話ですね、はい、これ現代にももう本当に通じるそうですねお話ですよね、はい、はい、ということで、これからのこのさくら生活学級の活動っていうのはどうでしょうか。はい、これからは昨日グランドゴルフ大会やって芋2回やったんですよね、はい、それでみんな楽しくて、うん、もう80何歳のおばあさんたちもやってくださって、はい、元気いっぱいです、はい、それからは、12月にね、うん、作品作りあるんですよ、はいはい、正月にかけてのね、お正月用のね、はいはいはい、作品作りと忘年会を予定しております、はいはい、年が明けるとあと正月になって、うん、新年会と反省会で1年を締めくくりたいと思ってます。はい、もう楽しい行事も目白押しですから体調管理だけは十分お気をつけて、はいはいね、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、いい作品を聞かせていただいてありがとうございました。はい、失礼しました。中村富子さんでした。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。